ドンミシミホですミホですミホです。私たちはミホです。今日はちょっとミホが用事が入っちゃって来れないということになってしまったので、はい、ミホがいない時、うん、どうしようかっていうふうに考えた結果、私たちがミホになろうということになりました。私たちがミホになります、はい、ミホになります、はい、ということでね、ちょっとそのミホの化粧の仕方とか全然そういうのもね、わからないんですけど、ちょっとね、まあ、いつも見てるしね、ミホのことなんて、うん、なんとなくならわかるはず、うん、私たちなりのね、ミホを表現したいと思うので、はい、誰が一番ミホになりきれてるのか。マホでしょ。俺だ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 、ということで、はい、はい、行きましょう。ニッコニッコニー。まずコンタクトの色が私持ってないんですけど、まあちょっとミホっぽいかなっていうからこう持ってきました。おはるかさんは余裕ですか、そんなゆっくりやって。そうですね、私あれですね、あんまり塗らないので。ミホはここら辺にキラキラがあるイメージ。うん、確かにすごくないこのさ。え、本当だ。こっからでもわかるんだけど。ミホは二重幅が広い、うん、赤リップですよ。こんなに広くしたことないから、まぶたが違和感って言ってます。言ってる、うん、すんごいラインが太くなりすぎちゃいました。ま、最新兵器、鼻筋をきれいにしていきます。うん、それだと思う。マホも一番のポイントそこだと思う。ミホのメイク完成しました。イエーイ。どう？いやー、なんか似てないね。ダメですね。ダメですね、うん、どうやっても私たちはなりきれません。一人しかも私ニューハーフいるんですよ。ここにニューハーフいるんですけど、洋服もね、ちょっとこう可愛くやってみました。まあね、全然似てないじゃんって思うでしょ、みんな。秘密兵器があるんだな。あるんです。じゃーん、ドンキで買ってきました、シルバーのカツラです。ミホと言ったらこれでしょう、はい。まあまあ、あれですよ、皆さん、ミホのカツラなわけではありません。ミホの髪の毛は地毛です。はい、ミホの髪の毛は地毛です。行きましょう。はい、緊張する。どうやってカツラとかさ、かぶあんまかぶんないからさ、どうやってかぶったらいいのか分かんない。だってさらかな、はるかがロングになることもレアじゃない。え、確かに確かに、はるか、はるかのロング。いいねいいね。あ、できた。やばいやばいよ。頭にやんの、これを。そうだよ、やったもん。やった。こういうこと。分かった、めっちゃ浮いてるんだ。ね、前見えない。
たじゃない髪型。何もガーミシーミホです。ミホです。ミホです。私たちはミホです。今日今から指輪つけてない、うん、指輪つけてファッションショーやろうよ。ミホが一番可愛いと思うから、ファッションショーやって誰が一番ミホっぽいか決めてもらおう。そうだね。めんどくさい。ファッションショーやろう。めんどくさい。ファッションショーやるよ。はい、立て。エントリーナンバー1番ミホを食べるよ。消して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 。エントリーナンバー2番ミホ。このワンピースね、古着屋さんで買ったの。可愛いでしょ。ミホでした。エントリーナンバー3番ミホー。今日ね、カバンの中からスプーンがたまたま出てきたの。一番美穂に似てるかコメント欄で書いてね。教えてね。お願いします。じゃあ終わりの挨拶しようか。はい、せーの。ドンミシー美穂です。美穂です。美穂です。バイバーイ。バイバーイ。消して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 。お疲れ様でした。お疲れ様です。